日銀の政策はですね、いろいろ今までの日本の日銀の政策と違い、また変にいろいろなその批判も浴び、また賛成も得てるわけですね。その中でこの前、新聞市場とかテレビでマイナス金利と騒がれたものがあります。これはですね、騒いだ新聞とかテレビの表現が間違っておりまして、これはいつもなんですけれども、そのセンセーショナルにニュースを取り上げるためにわざとニュースが国民に間違って伝えられるように喋ると、まあ、こういう日本のマスコミの実に悪いところで、まあ、しかしそのマスコミをそのテレビ見たり新聞買ったりしてるのも我々ですからね。朝日新聞がまだ生き残ってるわけですから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですが、今度の黒田さんのマイナス金利というのは金利をマイナスにしたんじゃなくて、もともと日銀にある当座預金というのはですね、法定準備金のような、まあ、各銀行がすぐ潰れないようにするものと、それから銀行がですね、まあ銀行同士の決済にちょっと使ったり、それからまあお金の調達に役立てたり、まあ、信用を増大させたり、まあ、いろいろな目的でやるんですが、それがだんだん膨らんできたんですよね。それで、まあ、2008年か9年にですね、日銀がですね、前の総裁ですけども、これに 0.1% の金利をつけたんですよ。もともと当座預金というのはですね、まあ、名前の示す通り、金銭の決済のようなために預けるわけですから、当然そこからは利子は生まないんですよね。普通預金とか定期預金が利子が生むのはですね、その行為によりますね。お金を何か別のものに運用するから、そこで収益が得られる。その一部っていうか、まあ、多く多がいいんですけども、それをお金を持っている預金者に還元する。これがまあ銀行の役割ですよね。だけど、当座金とはもともとはですね、その決済に使ったりする臨時のお金なんですよね。ですから、これはどっかに転用して使うというわけじゃないわけです。銀行から日銀が預かった当座預金のお金を日銀が企業に投資するってことはしないんですよね。ですから、もともと金利を生まない金なんです。金利を生まない金に金利をつけてきたわけです、日銀が。0.1%。2000億円ぐらいだと思うんですけどね。ということはどういうことかというと、日銀がですね、銀行にごますってるだけ、まあ多分友達がいるんでしょうね、銀行に。だから、その、本来、理論的に利子がつかないものをですね、利子をつけていたってわけですよ。仲間内で。で、結局日銀というのは、まあ、言ってみれば税金みたいなもんですから。まあ、日銀自体がお札が擦れるので、ちょっと複雑なんですけど、まあ一応日銀も税金ですよ。政府と一緒ですからね。まあ独立した権限を持ってるっていうだけですからね。それは公正取引委員会だってみんな独立した権限を持ってる会計検査院とかいっぱいあるわけですからね。まあそれの強いものということなんですが、まあそれで、つけてた。もともとゼロのものをつけてた。それで、まあもともとゼロというのはですね、何がゼロかと言いますとね、それはもちろん日銀が銀行からお金を預かれば、手数料はいるわけですよ。だけど手数料はまあとにかく勘弁してあげて、ゼロ、金利ゼロでやるっていうのが日銀当座預金ですよ。それはね、今からもう随分残すんです。どのぐらい残すかっていうと、法定準備金プラス何年だったかな。今までに、まあ簡単には今までに銀行が預けてるお金はまあそこは言わないよと。だけども、2008年なら2008年以降に預けたとか、最近預けたとか、そういうものについては、簡単にはこれからはっつってもいいんですけど、これからは、預かり賃を 0.1% 取るよとこ言ってるわけですね。それはですね、マイナス金利とかそういうもんじゃないんですよ。そうですね、マイナス金利って言うとですね、我々の普通預金とか定期預金がマイナスになる。つまり銀行はもう運用をやめるというふうに聞こえるんで、これわざと聞こえるようにテレビとか新聞が報道したっていうだけですね。それからもちろん実質的な金利は下がっていく可能性があります。これはですね、まあ銀行が下げることも計算してテレビ、ラジオ、新聞がですね、わざとマイナス金利って言ったんだと思うんですけどね。っていうのは、今まで銀行はサボってるわけですよ。お客さんからお金を預かったら、それを企業とかそういうところに投資して、プラスになるようにして、それを返すわけです。ところが、銀行が一番サボれるのはですね、日銀にとにかく預けるわけですよ。その日銀に預けると、日銀が 0.1% の金利をくれたら、お客さんには今定期預金でも 0.02 ですよね。普通預金なんかないようなもんなんですから。だから銀行はそれを回してるだけで、まあ、仕事になるっていうか、なんとかなるっていうことだったわけです。非常に不健全だったわけです。今の制度が。それ前の日銀総裁が、
当座預金の準備、法定準備金以外の当座預金に 0.1% の利子をつけたっていうことが不当なんですよ。元々の形が不当なんですよね。だから本当にですね、まあ日本のマスコミを聞いてると、まああと日銀の当座預金の仕組みなんて知ってる人それほどいませんからね。だからそういう点じゃ非常にひどいなと思います。それから今日ここでその主に言おうとするのは、まあそれもあるんですけれども、もう一つはですね、実はこのマイナス金利について、これはマイナス金利というか、まあ、不当に日銀に預けてくるお金に対して管理費を取りますよという言い方が正しいわけですから、ちょっとマイナス金利というにはふさわしくないんですけども、まあこれについてですね、ある経済評論家がですね、日銀がいくらそんなことやったって景気は良くならないじゃないかって言うんですよもっときちっと計画的に経済を指導しなきゃって言うんですよ。いや冗談じゃないんですよ。だってですね、あれなんですよね、もともとですね、ここにスターリンの図を出しましたけども、共産主義は計画経済なんですよ。だから政府が5カ年計画をして、これまでに鉄道を敷くだとか鉄鋼を作るとか言って一つずつやっていくわけです。これはもう破綻したわけですね。1990年に破綻したわけです。で、我々は自由経済なんですよ。自由経済っていうのは国ができることが非常に制限されてて、工場を作ることもできないし、それから消費を増やすとか給料を増やすってこともできないんですよ。政府っていうのはですね、基礎的にお金を管理するとか経済政策を取るとかいうことはできるし、税金をかけるってことはできるし、補助金を出すってことはできるけど、それはあくまでも環境を整えるだけなんですよ。経済活動本体は企業と個人に任されてるわけですね。まあ、企業はできるだけ積極的に設備投資をして消費を促進し、国民はできるだけ多くお金のある範囲では物を買ってですね、経済を活性化すると。この2つは、あと技術開発を一生懸命するということはですね、国民に任されてるわけです。だから国民が技術開発しやすいように、技術大学を作るとかですね、それは我々の政府の役割なんですよね。ですから、そういうことでですね、やんなきゃいけないわけですね。ですから、その人ね、共産主義に行ってくれって僕言いたくなっちゃうんですよ。そういう人は共産主義の国に行ってくれと。それは計画経済だから。じゃあなぜね、今日本が、企業が設備投資しないのか、つまり経済を拡大しないのか、景気を良くしないのかって言ったら、作っても売れないからなんですよ。じゃあ作っても売れないってことになると、経済が悪い最も基本は個人じゃないですか。だから個人がもっと買えばいいわけですよ。例えば、お年寄りはお金持ってるっていうか、どんどん買えばいいんだし、それから若い人だって借金して買えばいいんですよね。だってアメリカなんか借金が多いわけですから。それ国民がしないわけですよ。ですから国民が節約しているから景気が良くならないわけです。じゃあ国民はなぜ節約するかっていうと、夢がないんですよね。例えば、まあ冷暖房完備してて、それで女の人だったら忙しいでしょ。買い物行かなくたっていつも、食べたいものは家に来るわとか、それから家出たらすごく心配じゃないですか。電気消し忘れたかとか、鍵をかけたかとか、そういうのはいつもスマホで見れるように、テレビならテレビのところにちょこっとちっちゃいものつける、鍵に、玄関の鍵にちょっとちっちゃいものつければ全部鍵が開いてるかとか電気がついてるかって分かるなんてことは簡単にできるわけですよ。それで安心して生活をできるわけですね。それから街灯にだってもっとどんどん電気つけたりカメラつけたりしたらですね、子供でも女性でも安心して夜は歩けるようになるわけですよ。それを全部監視システムで動画でですね、人物確定したらいいわけですから。それからまあもちろん美味しいものも食べる、冷暖房も気にしなくていいって、地球も温暖化しないんだし石油もなくならないんだから。だけど外側からそれで脅すわけですよ。でお年寄りは年金で脅されますからね、また使えないわけですよ。だから国民に使わせないように使わせないようにして、だからどうしたって皆さん買わない、買わないっていうと今度は企業は工場作ってもしょうがないから作らない。工場ばかりなくて電子ですね。この前も僕医療系の国の、まあ、電子産業の関係の講演をしたんですね。そこでパーティーでいろんな人に聞いたらですね、なんで何でもできるのに、もう今電子でですね、本当に気楽な生活、まあ、国の銀行預金もなくたってどこでもお金を下ろせることもできるし、いろんなことができる。それから交通事故ももっと減らせる。医療関係も一つの病院から次の病院行った時にですね、もう全部自分のカルテとか言ってる、いっぱいできる。それでセキュリティもちゃんとかけてできる、できる技術があるのになんでやんないんですかって言ったら、
いや、みんながやろうとしないんですよって言うんですよ。だから、豊かな生活というものを描けないんですよ。描くことができないわけですね。もう経済学者も社会学者も環境なんか特にそうですけど、悪い方ばっかり言うわけですよ。人間ってのは悪い方言うのはあれ簡単なんですよね。人の欠点をつくのは簡単なんですよ。だから社会の欠点をつくもんだから、石油がなくなるんじゃないかって、これ間違ってますよ。地球が温暖化するんじゃないかって、これも間違ってますよ。ですから、どんどん消費したらいいわけですね。消費したらゴミが溢れる。これも嘘ですからね。ですから、自由に自分の人生も80歳で終わる人生なんだから、やりたいことやればいい。じゃあ、給料が足りないじゃんか。じゃあ、給料上げればいいんですよ。今、ガソリンが下がりましたでしょ。石油が下がったから、ずいぶんお金が儲かってるわけですよ。だこれを僕らが使えば、全くなんてことないわけです。それで、黒田さん自身、僕、黒田さん個人的に知りませんしね、あんまりその応援する立場にはないんですが、黒田さんのやってること正しいと思いますよ。もっと使え、使えって言ってるんですから。使え、使えと言って使わない日本人の方に問題があるんであって、それだから日本を計画経済にしなさいっていうんで、環境省とかそういうのが出てきたらもうかなわないですよね。僕はそう思いますよ。だから、まあね、私はその日本は共産主義じゃない。私は共産主義になりたくない。スターリンの下でですね、殺されたなんだりしたくないと思うんですけど、皆さんはどうなんでしょうか。日銀にとにかく預けるわけですよ。日銀に預けると、日銀が0.1%の金利をくれたら、お客さんには今定期預金でも0.02ですよね。普通預金なんかないようなもんなんですから。だから銀行はそれを回してるだけで、仕事になるっていうか、なんとかなるっていうことだったわけです。非常に不健全だったわけです、今の制度が。それ前の日銀総裁が、当座預金の準備、法定準備金以外の当座預金に0.1%の利子をつけたっていうことが不当なんですよ。もともとの形は不当なんですよね。だから、本当にですね、まあ日本のマスコミを聞いてると、まああと日銀の当座預金の仕組みなんて知ってる人それほどいませんからね。だからそういう点じゃ非常にひどいなと思います。それから今日ここでその主に言おうとするのは、まあそれもあるんですけれども、もう一つはですね、実はこのマイナス金利について、これはマイナス金利っていうか、まあ、不当に日銀に預けてくるお金に対して管理費を取りますよという言い方が正しいわけですから、ちょっとマイナス金利っていうにはふさわしくないんですけども、まあ、これについてですね、ある経済評論家がですね、日銀がいくらそんなことやったって、景気は良くならないじゃないかって言うんですよ。もっときちっと計画的に経済を指導しなきゃって言うんですよ。いや、冗談じゃないんですよ。だってですね、あれなんですよね。もともとですね、ここにスターリンの図を出しましたけども、共産主義は計画経済なんですよ。だから政府が5カ年計画をして、これまでに鉄道を敷くだとか、鉄鋼を作るとか言って、一つずつやっていくわけです。これはもう破綻したわけですね。1990年に破綻したわけです。で、我々は自由経済なんですよ。自由経済っていうのは、国ができることが非常に制限されてて、工場を作ることもできないし、それから消費を増やすとか、給料を増やすってこともできないんですよ。政府っていうのはですね、基礎的にお金を管理するとか、経済政策を取るとかいうことはできるし、税金をかけるってことはできるし、補助金を出すってことはできるけど、それはあくまでも環境を整えるだけなんですよ。経済活動本体は企業と個人に任されてるわけですね。まあ、企業はできるだけ積極的に設備投資をして消費を促進し、国民はできるだけ多くお金のある範囲では物を買ってですね、経済を活性化すると。この2つは、あと技術開発を一生懸命するということはですね、国民に任されてるわけです。だから国民が技術開発しやすいように、技術大学を作るとかですね、それは我々の政府の役割なんですよね。ですから、そういうことでですね、やんなきゃいけないわけですね。ですから、その人ね、共産主義に行ってくれって僕言いたくなっちゃうんですよ。そういう人は共産主義の国に行ってくれと。それは計画経済だから。じゃあなぜね、今、日本が、企業が、制度が。それ前の日銀総裁が、当座預金の法定準備金以外の当座預金に0.1%の利子をつけたっていうことが不当なんですよ。もともとの形は不当なんですよね。だから、本当にですね、まあ日本のマスコミを聞いてると、まああと日銀の当座預金の仕組みなんて知ってる人それほどいませんからね。だからそういう点じゃ非常にひどいなと思います。それから今日ここでその主に言おうとするのは、まあそれもあるんですけれども、もう一つはですね、
実はこのマイナス金利について、これはマイナス金利というか、不当に日銀に預けてくるお金に対して管理費を取りますよという言い方が正しいわけですから、ちょっとマイナス金利というにはふさわしくないんですけども、これについてですね、ある経済評論家がですね、日銀がいくらそんなことやったって、景気は良くならないじゃないかって言うんですよ。もっときちっと計画的に経済を指導しなきゃって言うんですよ。いや、冗談じゃないんですよ。だってですね、あれなんですよね、もともとですね、ここにスターリンの図を出しましたけども、共産主義は計画経済なんですよ。だから政府が5カ年計画をして、これまでに鉄道を敷くだとか、鉄鋼を作るとか言って、一つずつやっていくわけです。これはもう破綻したわけですね。1990年に破綻したわけです。で、我々は自由経済なんですよ。自由経済っていうのは、国ができることが非常に制限されてて、工場を作ることもできないし、それから消費を増やすとか、給料を増やすってこともできないんですよ。政府っていうのはですね、基礎的にお金を管理するとか、経済政策を取るとかいうことはできるし、税金をかけるってことはできるし、補助金を出すってことはできるけど、それはあくまでも環境を整えるだけなんですよ。経済活動本体は企業と個人に任されてるわけですね。企業はできるだけ積極的に設備投資をして消費を促進し、国民はできるだけ多くお金のある範囲では物を買ってですね、経済を活性化すると。この2つは、あと技術開発を一生懸命するということはですね、国民に任されてるわけです。だから国民が技術開発しやすいように、技術大学を作るとかですね、それは我々の政府の役割なんですよね。ですから、そういうことでですね、やんなきゃいけないわけですね。ですから、その人ね、共産主義に行ってくれって僕言いたくなっちゃうんですよ。そういう人は共産主義の国に行ってくれと。それは計画経済だから。じゃあなぜね、今日本が、企業が設備投資しないのか、つまり経済を拡大しないのか、景気を良くしないのかっつったら、作っても売れないからなんですよ。じゃあ作っても売れないってことになると、経済が悪い最も基本は個人じゃないですか。だから個人がもっと買えばいいわけですよ。例えば、お年寄りはお金持ってるっていうか、どんどん買えばいいんだし、それから若い人だって借金して買えばいいんですよね。だってアメリカなんか借金が多いわけですから。それ国民がしないわけですよ。ですから国民が節約しているから景気が良くならないわけです。じゃあ国民はなぜ節約するかっていうと、夢がないんですよね。例えば、冷暖房完備してて、それで女の人だったら忙しいでしょ？買い物行かなくたっていつも、食べたいものは家に来るわとか、それから家出たらすごく心配じゃないですか。電気消し忘れたかとか、鍵をかけたかとか。そういうのはいつもスマホで見れるように、テレビならテレビのところにちょこっとちっちゃいものをつける、鍵に、玄関の鍵にちょっとちっちゃいものをつければ全部鍵が開いてるかとか、電気がついてるかって分かるなんてことは簡単にできるわけですよ。それで安心して生活をできるわけですね。それから街灯にだってもっとどんどん電気つけたり、カメラつけたりしたらですね、子供でも女性でも安心して夜は歩けるようになるわけですよ。それを全部監視システムで動画でですね、人物確定したらいいわけですから。それからもちろん美味しいものも食べる、冷暖房も気にしなくていいって。地球も温暖化しないんだし、石油もなくならないんだから。だけど外側からそれで脅すわけですよ。で、お年寄りは年金で脅されますからね、また使えないわけですよ。だから国民に使わせないように、使わせないようにして、だからどうしたって皆さん買わない。買わないっていうと、今度は企業は工場を作ってもしょうがないから作らない。工場ばかりなくて、電子ですね。この前も僕、医療系の国の、電子産業の関係の講演をしたんですね。そこでパーティーでいろんな人に聞いたらですね、なんで何でもできるのに、もう今、電子でですね、本当に気楽な生活、国の、銀行預金もなくたって、どこでもお金を下ろせることもできるし、いろんなことができる。それから交通事故ももっと減らせる。医療関係を一つの病院から次の病院行った時にですね、もう全部自分のカルテとか行ってる、いっぱいできる。そうですね、セキュリティもちゃんとかけてできる。できる技術があるのに、なんでやんないんですかって言ったら、いや、みんながやろうとしないんですよって言うんですよ。だから、豊かな生活というものを描けないんですよ。描くことができないわけですね。もう経済学者も社会学者も環境なんか特にそうですけど、悪い方ばっかり言うわけですよ。人間ってのは悪い方を言うのは、あれ簡単なんですよね。人の欠点をつくのは簡単なんですよ。だから社会の欠点をつくもんだから、石油がなくなるんじゃないかって、これ間違ってますよ。地球が温暖化するんじゃないかって、これも間違ってますよ。ですから、どんどん消費したらいいわけですね。
消費したらゴミがあふれる、これも嘘ですからね。ですから自由に自分の人生も80歳で終わる人生なんだから、やりたいことやればいい。じゃあ給料が足りないじゃんか、じゃあ給料上げればいいんですよ。今ガソリンが下がりましたでしょ、石油が下がったから随分お金が儲かってるわけですよ。だこれを僕らが使えば全くなんてことないわけです。それで黒田さん自身、僕黒田さん個人的に知りませんしね、あんまりその応援する立場にはないんですが、黒田さんのやってること正しいと思いますよ。もっと使え使えって言ってるんですから。